自分の中にいるカニが表に出だしてきたって感じです、はいはい、よしはいあれこれはちょっとあの今のオールアルジャジーラ<や>ちょっと今日朝。 四時半に連絡来たのは何だったんですか ?7 時半からやと言ってたから今日7時半で言ってましたっけああ。でまあちょっとちょっと疲れてんねんけど大丈夫四時間ほどちょっと今これ今日みんなにこれを僕今ちょっとちょっと今日朝ニュースです。はい。これで聞こえるかなはい。 of the spirit man. It's we're going to <laughs> I'm not launching for it training in the worst imagery our people have seen since the Holocaust. I'm not murdering children in front of their parents, murdering parents in front of their children. They hurt people alive. They rape women, they beheaded men, まあこれで大体今のところでまあ先が見えますねみたいなはいアルジャジーラなんではいま,またご自身で皆さん、まあ、アルジャジーラ結構見てると思うんで,ではいまあね興味があれば見ていただけたらまあこの先が占えるというのを今やってますということですはいはいちょっとだけあ今ちょっとだけ これって YouTube ではありますかねたぶん。ないか。YouTube ではないって感じですかね。ということです。<laughs> はい。今ので大体この先がお分かりになったと思います。 今日の多分日本の新聞なんかでも同じようなことをちょっと見つまげて出て、最後までやめんぞと。そのまま続けるとということで、とことん行くぞということで、すごいね彼、顔をかなり引きつってるんで、なんていうかな、奇襲された時もうちょっと爽やかな顔やったんですよ。シナリオ通りに進んだっていう意味もあったり、覚悟を決めたっていう意味もあったり。ははいい ただ今の顔を見てると完全に引きつってるんでねもう今までにないぐらいの目つきがなあれは言い方まあようやくするとちょっと土地狂ったかなっていう思い通りにいってないって感じだと思いますよだからこれ思い通りにいってないっていうことはどうなんのっていうとまあちょっと激しくまあ言い方悪いけど 兵士が見逃しにされるというか犠牲にされるというか民衆が犠牲にされるというかだからああいうのを見て一つずつこう見ていかないと何もわからないっていう感じど,ど。表情が全然変わっていくんでねやっぱねやっぱそうですよね表情が表情というか、まあ、人間って全部表情って変わるのは。 あると思うのでいや<う>あのちょっとした表情目つきがねかなり変わるんですよで言葉尻がたどたどしくなってくるからなはいはい、うん、はいだからこれ本格的なもうなんていうかなハルマゲドンっていう方にいくんじゃないかなと思ってますなるほどああはいあもう朝のニュースはそんな感じで終わりじゃないですか他にないかあいやいやそれはもうい,いやいやもう だから今回、いっぱいいっぱいあるって言い切れないほどあるってことですよね。あ1時間で終わらんかなぐらいあるな。<laughs> それはそれは今後有、有料とかそういうニュースが有料になってくるって話してましたよね、昨日、ね。だから今までで、はいちゃんとこれやり始めたのもそのまあちょっと前ぐらいからぼっちはしてたんやけど。はい 今までで一番忙しいかなこの一週間がやっぱ激しい状況状況的にねまあ単的に言うとツイッターまあ今エックスっていうかな俺はエックスじゃないけどまあ今見てるんやけどなはいテレグラムとかも見てんだけどはい蓄積混合っていうのが激しくなってきた、はい、要は分かりやすく言ったらはい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 プロパガンダいや,いや,いや、うん、とだから情報戦ああ当然情報戦は多くなりましたねはい。 出れ方が今まではもうちょっとわかりやすかったけど、ちょっとわかりにくい。ああそうですよね。はいいやこれそういう感じですよねみたいなやつがなんか実はところどころ真実を入れながら嘘も入れてるみたいな技と。はいはいはいこういうのがちょっと多いよな最近特に。うんだからちょっとしっかり見ていかんと本当ねマズマされるよちょっとだちょ。 俺もちょっとはてなマークがつくやつが最近ちょこちょこあるんだ、ね。ああ、ま。だからうまく要は情報を隠しながらその整理されちゃってる真実の情報隠されてるいや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 せめぎ合いが激しくなってるって感じですよね。せめぎ合いですかネットの、うん、まあネットでっていうの、んうん、単純にねいイゆるイ,イルミナティやとかデーやとか金融資本やとかっていうだけのあれ話じゃなくて産業的なその支配感みたいな人たちと。 金融的な支配下みたいな人もおったりはいまあ商業的な支配下っていうのはもう今最近な金融の方に取り込まれていってんねんけどはははいはい、はいまあ,あとはオーケーみたいなやつはでいはい、はい、もいろいろあってなその乗っ取った方のオーケーっていうのは結構潰されていってんねんけどな。はいうん みたいな結構入りきれてるよなやっぱりだからちょっとややこしなってきてんだよねああなるほどねなるそれそれは何なんかって言ったらいや起き上がってきてますよねはい確実になこれ丸見えになってきた丸見えになってきちゃってる状態ああなるほどだからその丸見えになってるところをこう嘘の丸見えを演出してっていうのもあったりするからあああえてねあえて演出しての出しといたまし騙せっていうと言い方悪い言い方だなはい まあただ嘘の丸見えっていうのがあんねんけども、はい、それ以上にその宗教そのものが乗っ取られていってるからそれはなん,かかなんか乗っ取られるっていうのはおかしいですよね。 いいやいや宗教的なもんとか、そういう民族的なもん、こっち入れてくると、話がややこしくなるんで、宗教的なもんをのを乗っ取ってしまってるから、余計ねややこしいですねなんかややこしくないんですよ、見えにくくなってるんですよ、だから隠されちゃってっる、も,もっとみんなに簡単に言うと、その国っていうくくりで話をすると、何にもわからんような感じになってくるんですよ。うんあ うん、もう完全に国っていう括くくりでこう見てしまうともうまるっきりわからないっていう感じですよ国じゃなくて宗教をとってみるとわかりやすいというですかいや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 どう言ったらへんかな多分ま今の話だとなんかまっちゃんの中では多分もう答えが出てるんだと思うんですよねだから その中のもうちょっとそれなんだろうまあまあわ、まあまあ、かりやすく例を挙げて言うともう今の、はい、イスラエルっていうのはユダヤの国ではないですっていうのはもうバレたわけですからこれはいはいでそのシオニストっていう人たちがそのマー抑えたっていうような感じでシオニストがその占領してるみたいなはいはい,はい、はい、シオニストの国ですよみたいなつはバレたわですよねはいはい、はい、いやでもその シオニストを抑えたのは誰ですかみたいな話ってあるじゃないですか。あ、なるほどね。はいはい、はい。<laughs> 誰が抑えたんですか? <laughs> はいはい。 まあこれもバレてきたのは、まあその湾岸っていうか、アラブの湾岸の王族です。よね。王族ですよな。王族は金出して、悪魔信仰と金を武器にして、はい。軍事はソ連の軍事を使ってたってソ連の軍事ですね。なるほど、なるほど。はい。そのイスラエル建国はね。はい。ででもその後ろにおったのはイギリスですっていう話になってきて。なるほど、ああ、はいはい。でももうバレてるわけですよでイギリスの王家はぶっ壊されたって話。 ね、それと共にその金融的なもんもぶっ壊されたってことですね。商業支配、金融支配。ね、これもぶっ壊されましたと。じゃあ、そのシオニスト。 でそもそも何なんかっていうと湾岸、まあ、アラブの,その悪魔信仰ですよ元の根本的なところはな、はいうん、でその悪魔信仰的なやつらところが金と武器を使って支配したいみたいなやつを動かしたっていう構どで、ね、でもウクライナのあの戦争っていうのはソロスが後ろにおるっていうのはあるんだけど、まあまあ、もっと端的に言うと戦ってるのはアゾフってことですわなアゾフって何 っって言たらそのナチスドイツのナチーを担当というより温存しといた方ど。まあこれはあっちゃこちゃポーランド、はアメリカもあっちゃこちゃおるわけよな。ウクライナがいろんなことはやらしてんねんけど、化学兵器の研究とか、人種売買やとか、ナんスゃ麻薬とか、なんじゃかんじゃやらしてんねんけど、そもそもナチスを作ったは誰ですかみたいな話になってくるんですよ。その右岸のアラブっていう話になってくるんですよ。はははははいいいいい <laughs> だから同じとこみたいなあ結局根元は変わんねえやんっていうう <laughs> うん,うーんだ結局だってやってる人って同じところから発生て<せ><近>結局同じ,同じところから始まってるけど結局そがスタート地点を隠してるってところですよねうまくね。 いいやや隠れてないですよ、これは明らかにもう。明らかなんだ、な明らかに、このね、今週ね、いろんなところから、あっちこっちからネタが紛失してきて、明らかにもう、なましたで、明らかになった理由っていうのは、やっぱり首、一番上の方の首に、こ完全に抑えられたっていうか、首切り取られたっていう。そうなんですね。なるほど。まあ、実動部隊っていうから、まあ、それを信じてる人たちがまだそういうふうに動いていってる。なるほど、なるほど。ただまあ、 やらされてるっていうところもあると思うよ。た例えば、ね、タニヤフさんなんかも最後あれやらされてるからね、うん、確実に。<laughs> うん、だから裏で,裏でやらされちゃってるってこと、ね。やらされてるっていうのは、そのイスラエルをぶっ壊すことをやらされてますよ、あの首相。うんうん、だから、イスラエル壊滅の仕事って感じですよ、見てたん。 だからみんな自爆し,していってる、今。ああなるほど、自爆していってるってと、ね。共産党もそうやし、はいはい、でアメリカがアメリカもそうやし、はい、でイスラエルもそうでしょははいはい,はい、はい、でドイツももうぶっ壊らしてるでしょで、あと、日本もぶっ壊れる方へ、道へまっしぐらでしょはいこ、は、れ、い、ようね、見てたい自滅自滅,自滅 自滅,で、はい、自滅してさせていってるって感じ。どん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 って感じですね。<laughs> なるほど。うんうん、あまあ、前はもうちょっと、ちょっとありすぎて、<laughs> なんかわからん。<laughs> もうちょっと頭整理した方がいいですよね、ワッチャン自身。えっと、ま、金融は、あそこはちょっと、えっ、ー、と、ちょっと危ういというか、資金難というか、これどうしましょうって議会に上がり出したんだ。どこやったっけ世界最古の中央銀行。あれどこやったっけ、えー、スウェーデン。 フェー,ーデン国立銀行か、はい、名前何だったっけあの銀行の名前ちょっと忘れたあそこはい、ちょっとあのあや危ないですよみたいな。うもうちょっとこれあの国から資金注入中央銀行に注入してもらうとこういよいよ危ない状態になってきてますまあ利上げと 要は、利上げなんで、その金利も払えませんとかな。はい,は,いはい。国会がちょっとさっき安くなっていってるんで、金利払えませんみたいなことになってるのは、スウェーデンが今、そんな感じになってきましたね。はいはいはい。横並びで、えー、っと、ECB もそうやし、はい。い西側はな。ECB もそうやし、ドイツ連銀もそうやし、イングランド銀行もそうやし。はいはい,はいはい。横並びで沈んでいきますよ、順番に。はいはいはい。 その方向へ、えー、な流れていってますね。やっぱりヨーロッパですね、やっぱりね。うんはい、はいはいはい。かなり傷んできましたね。傷 <laughs> んできたんですね。うん、<laughs> なるほど。で、これだけね、ウクライナもそう,なそうやってんけど、このイスラエルの件に関しては、これだけ世界の人がも知ってしまったから、はははいいい形をな、はいはい、これな、例えばね。 はい、戦争ってあのロケット打ったりいわゆる空中戦みたいなやつですよね、飛び道具飛ばすみたいな、ドローン飛ばしたりな、最初の取っかかりって始めるよね、地上戦で最後、制圧せんとあかんわけなんですよ、はいうん、要は主要都市というか、土地を陥落させていかなあかんわけだからな、これだけ、ね、バレるとな、兵隊戦わんと思うんですよ、俺もう。 まあだから、ウクライナもそうやってるあれ、傭兵ですよね。うん、はい。要は金、金もらって戦いに行ってるやつらやからな。はい,は,いはい。はい金もらわれい方は逃げるからな。はい。そもそも戦争の強い国って、まあ、日本、昔の大日本帝国がそうやってけど、どうなんて言ったら、はい。国のために戦うぞ、みたいな。うーん。うん。要は、まあ、イスラム原理主義はそうやわな。あれはもう国のためというよりは、はい、アラの神のために戦う聖戦ですよね。自敗ですね、はい。はい。 そういう神が後ろについてる人たちはやっぱ強いんですよ。うーん。死ぬこといとわんので、日本の特攻隊と一緒ですよね。うーんで、これだけネット、これだけ通信が発達して、この今の時代で、これ、一これイスラエル始まって、まだ何日たつ ?10 日 ?2 週間ったんでしょうん、経た <laughs> ないですね。だけばれても、もうばれたわけやからな。はいはいはい多分内通者な中に内通者がいるとかじゃないんですかいや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 、だから今言った構造がばれたわけでしょ、もう。はい イスラエルのために戦争するっていう話じゃないんですよ、これ<ー>で。ましてはユダヤのために戦うっていう話じゃないんですよ、全く。ああ、ね、そうでしょ確かにシオニストがシオニスト、ナチスがやってることって話ですから、うんうん、誰がそんな権力者のために戦うのみたいな。で、そこに武器商人が入ってるわけでしょ はいはい、で金貸すやつが入ってるわけでしょうん、うん、その構造ばれたでしょう確実にもうこれうん、うんで。これ誰が戦うんかなと思って見てんのよ。ああだから例えば極東の話いろいろあおる人おるやんいろんな人が台湾有事がどうとか朝鮮半島がどうとかってな。うんうん、でまあ実際問題ことを起こしたいとしょうやほんなら極端に言ったら、うん、武器も売りたい金も貸したいと。うん、ねことを起こしたいと。うん でも兵隊がおらんよ、出てけへんよ、これ、中国もそうよ、これ、こんだけばれたら、うん、誰がそんなもん戦わなあかんのみたいな話でしょ。だから、神が宿ってない戦いなんですよ。要は、もっと分かりやすいだろなナイちゃんに分かりやすいだら、大義名分のない戦争をやってるとああ、それはよくないですね。<laughs> それは大愚名分ななする意味全くいいじゃないだって

うん、だからそれがバレる時代になったってことですよ、この X、Twitter とか、このユニットをひっくるめて。はいはいはい。すぐバレてまうんですよ、はい、もう。<laughs> ああ情報がねって感じ。だから今までは、その情報が隠してた部分が Twitter とか X だったりとか s m s で情報が流れるのが早くなってきたっていう。だからな、台湾有事だって言って、うううん、うん、うんね。 中国と台湾が戦うなんていう構図なんて作りようがないんですよ、これもどうやったって。台湾から見たら中国は一体ですって思ってるわけやからな、思ってる人いっぱいおるけど、歴史見ていったらそうなんよ。中華民国が台湾、中華民国が中国本土を吸収召喚みたいな話です。歴史を巻き戻していくとな。 だから中華人民共和国、まあまああれ、たまたま、ね、共産党と、えー、毛沢東のほう、はいえー、負けて台湾に逃げたっていう体にはなってるけど、もともと孔子の末裔なんていうのは台湾におるんでね、大体。どっちが正しい中国なんですかみたいな話にもう出てきてるわけでしょ、今。うん <laughs> それが戦い合う話なんてないよ、こんなんと、無理やり戦わそうと思ったって。うんでここれれなぜすこれが すご,いんかすごいのなんかな思ってみての若い人がよく分かってるんですよ。もう俺らみたいなおっさんわけ分かって人いっぱいおるけど、うん情報持ってるからしっかり若い人たちは。うんうん、だからな <laughs> なんか変な感じなよ。だからあおってるおじ,い,おじい,いっぱいおるしみたいな。じゃ自分だから自分の煽ってる人たちは自分のなんだろうことを守りたいという部分もあるんじゃないですか、やっぱり。 いやだからメディアでしょメディアで守りたいって。何にもないですよ。書かれたもんにこれ読めって言われてるだけじゃないですか、メディアも学者も。そうですね。よくまっちゃんが言ってるようなシステムでコントロールされてるだけじゃないですか、もう。全部がな。なんちゃら専門家とかいっぱいおるやろ、なんか変なテレビ出てるやつ、はい。はいはい。だこれ読めって言われてるだけですよ。まあそうです。<laughs> それで信用させるっていうか、そのメディアで信用させて、そうなんだなって思い込ませるってことです、でも実際は違うってことなんです毎回言うと。はい、まあそれが1年前やったら、またちょっとな、あれやったけど、もう最近は3日でばれるばれ、はい、<laughs> <laughs> るスピードが速いってことですよね。速いってことですね。速いっていうのがもう異常っていうか、<laughs> もうそういう時代になっちゃってるから、時代の変化が速くスピードが拘束してるから、 まあ<で>それもだから指揮か昨日やってたように何か2年もやるって言ってたけど、でその何だろう、そこまで時間がないってことですよね。はい。いろんなとこもう中国からアメリカから、オーロッパから、はい、そうそういろんなとこ組んでもうみんなが暴露するから。はいはいはい。<laughs> だから。<laughs> ちょっとこんなんかこれはまたあれと似てきたなって最近思うのがあのワクチンの時と似てきた,てきたよな。ああ<ー>、うん、この情報てそね。そ<う>情報分かれてきたなやっぱり<情>その、あれですよねその、すごく感じるのが、やっぱりそのネットの社会にいる人たちと現実世界にいる人たちの差が、情報の格差の差が大きすぎますね、やっぱりね。早いんですよ、ネットって、やっぱり。 まあまあそれも玉石言語で大体9割五分嘘やけどな、俺から見てると。まあまあ6、6割、六割<ー>、そう、六割そうよねと思っても4割嘘ねみたいなやつが入ってたと。ああ<ー>、要はネットの、うん、情報か。全部が全部じゃないっすよ。<の>うん。だからそこはもうこう、なんていうかな、追,追っていって、つなげていくっていうか、まあこれ、この中の、世の中の祝日的にすごく感じるのが、その、 先ほど言ったメディアがある程度情報をコントロールしているのは1個定義としてあるじゃないですか。で、まあ、ネットっていう部分のやつで、そのメディアじゃない人たちを発信しているという、そこら辺のこの情報が正しいのか正しくないかって見定めるのっていうのは何を無判断して、例えばやっぱり歴史を判断して自分で解釈してやればいいことですかと、プラスうん追っていくっていうか、あの自分でもう見ていく。 だからようやく結局自分で考えていくしかないってことですね。<て>この情報が、うん、でも、情報を見ていくくないから、やっぱり情報を得ることを多く情報のシャワーを浴びて、自分の中で情報のコントロールをしていかないといけないってことですよね。だからなんか眠たいって言ってるやん、俺も最近、もう眠たくて <laughs> <laughs> ちょっと疲れたんだよ、もう <laughs>、うん。 もう,もう俺の眠たくなる一番の,その引,き引き金でのトランプがトランプが喋り出すともう疲れるのよな,なんかなも,う<ー> <laughs> もうな毎日やるやろあれんほんとしんどいよなもう。 <laughs> 情報なんか、なんか、過剰書きで、なんか、まっちゃんのや情報をなんか、情報過剰書きにしてみたいですよね。<laughs> あの今のトピックス、今のところで言ってると、パンパンパンみたいな感じで。だから、そういうやり方ってあるんですよ、うん、切り取ってね。で、そ,<う>それいうてと切り取った形になるから、うん、ますますわからな,なんのであそういうことか、なるほどね。連続性がないんですよ、<ー>そうなる,となるほど。連続性がないのね、はい。だからね、なんか、そこだけ見て、 それぞれの判断してしまう、それぞれの人が。なるほどね。はい。切り取りってよくないですよね。結局、その話の本質って、やっぱり前提を通して一個の、その前提を通しての一つという部分の解釈になるから、まあ、だから、まあ、あの、アメリカも本当激しくなってきてね、もう、みんなトランプの敵でしたみたいになってきたからな。共和党まで、共和党員までほとんど敵ね、みたいな。ああなるほどね。裏切り者裏切り者だってことですね。しょっぴかれていってますけどね、みたいな。 はい、だから、これでま,ますますそのトランプ熱がヒートアップしていくい、大統領選挙に向けてな、みんながトランプみたいになってくると、青い州と赤い州あるでしょ、選挙に戻っはいはな。あれ、青い州までトランプ勝つん違うかな、ひょっとしたらこの次の選挙って、全部赤になるみたいな。 ね、全部赤になってお、要はあれですよ、アイちゃん。はい。オセロの真っ黒やったやつが真っ白にひっくり返るんだ。<laughs> ああ、それ気持ちいいじゃん、カミちゃん。でもね、ほんとそういうね。あの構図の絵を描くというか、そういう形になってきそうになってきたよな。<laughs> <laughs> いいじゃないですか。はい。うん、え、実際あれですか,かあのーど、どうします今日これで終わりにしますなんか、あのー、 まっちゃんこのあと予定あるんだったら。ななないないない,ない,い,ご,めないごめんなさい、昨日のやつ、僕、見逃して見逃してた、ごめんなさい、なんか。何の話すればいいから今日は、<あ>今日はあのなんかあの、あまっちゃん自身が、なんか、その、神が降臨する時代っていうふうに、今、なそうそうそう、話があったと思うんですけど、あのー、そ,うそ,うその、神を降臨っていうのは、うん、具体的に何をおっしゃってたんですかその うん、だから最近まあプーチンはな、はい、この2 3三あのウクライナ始まってからずっと言ってる、はい、その前から言ってるけど、はい、トランプが妙に最近神屋とか神庫屋とか言い出すのが気になって気になって、はい、はちょっと、はい、なんていうのかな過去のおっちゃんが喋ってたことも見ててんけど <laughs> 神の降臨っていうとなんかその なん宇宙からの神が降臨なのか,なんか宇宙、宇宙からまた新しい神が降臨するのかっていう、そういう感じに僕はイメージしちゃうんですけど、そういうのとはなくてですか。うんあのなまあ、文脈としては、はいまんは何回も伝えてると思うんですけど、今回はこの宗教的なもののとこからぶっ壊しなんですよ。るって書,き換え書き換えなのか、ぶっ壊しっていう概念が書き換えなのか、それとも一度要は、 概念を書き換えるのか、だから宗教支配ですよ。あ支配の方ね。宗教を使って管理したわけでしょ。管理した、うん。うん、そこの根源からちょっと一回や,や,めてやめましょうみたいな話なで。で、まあ、その宗教、キリスト、そのキリスト教も残るし、ユダまあ、キリストユダヤはちょっと苦しなるかな、今回は。今の様子見てると、はい、まあイスラム教はまあ、 ね、ユダヤの古文ですから、みたいな話。まあ、うん、残るの、の形としては残るんやけど。はい、はい、はい。もう、宗教的な縛りで。 管理されないっていう方向へ行くはずなんですよ。ああ、まあ私ね、ともなるほどね。うん、で、プーチンがこの3年か4年前からずっと言うてるその神、はいはい、神じゃないんですよ。あの人の言ってのは信仰なんすまあ、あそこはロシア正教なんで。はいはいはい。あの人の言ってのは信仰なんですよ。神。信仰。うん、神。もっとじゃないんですよ。うん。で、あの人の言ってる信仰って何なん,なんかなと思ってずっと考えとってんけど。はい。多分、うん、その大調和というかな。 大長は強生というか、な、はいはい、まあ、はい、自立するには信仰がないと自立していけませんい話だと思うんですよ、あの人が言ってんるのは。これはだから国とか地域とか個人もそうですみたいな話になってると思うんですよ。今のロシアの,その国民の動きずっと見てるとな、な、はい、今までの金融経済みたいなやつとちょっと。 ちょっとね、一線抜けてるんですよ、今、あそこの国。一線抜けてる、どういうことですか、うん、あの新しくなってるんですよ、結構。まあ、ブロックチェーンが始まってるっていうのもあんねんけどな。なるほど、なるほど、うん。その、ブロックチェーンが、ブロックチェーンを回しながらデジタル通貨を動かし出したっていうのもあんねんけど、はい。その、経済的なもんも進行っていうのが動かしていくっていう話なんですよ、はい、あそこの国って今。はいも。あの形が広がるんやと思うんですよ。なるほど。うん、うん。だからまあ、よそはまだそこまでついていってませんみたいな話。はいはいな今のがぶっ壊れてないんで。はい、で、 まあこれ戦争もそうなんですけどねまあまあまあ聖書的に言うとその苦難の時代えっ、ー、とねえたっけひふみ日つ神しんじか、はい、まあ,ああいうのも一緒で、ねはい、まあ今回この世をぶっ壊してこの悪の世をぶっ壊した後に神が再降臨するっていう話ですよ、はい、テキストもそうですよねうんうん、うん だからその具体的にキリストが降臨するとかそういうか話じゃなくて、人々の信仰がないとも生きていけませんっていうか、か今の戦争の形がそうなってるんですよ。さっき言った兵士の話がそうなんですよ。うんうん、だから、傭兵だけで戦っても勝てないんですよ。はい、精神論だけどね、ね要は金,だ金,だ金で集めた、うん、だからウクライナに入ってたアメリカ人、イギリス人、フランス人、ナンジゃラ人っていっぱい入ってたわけでしょ、う。そこに。はいに集めて、傭兵を。はい NATO の傭兵ですよ。金で集めたやつですよ。まる、うん、っきり歯が立たんのですよ、やっぱ神が宿ってる兵士には。はい、だから、その今回の,そのイスラエルもそういうことを言ってるんですよ、僕ずっと。はい、神が宿ってないと勝てないんですよ、これ。うん。まるっきり歯が立た、うんですよ。これはそうですよね。うん。うんだから 国のために戦うとか、そういう話じゃないんですよ。神を背中につけてないと全く歯が立たんっていう話なんですよ。イスラエルの地上戦になったら明らかに見えると思う。まあ、メディアは勝ってる、勝ってる、勝ってるって言うけど、はいはい、多分ウクライナと同じようにもう即壊滅ですよ。ただ、はいはい、即壊滅はさせへんと思うんですよね。はいはい、今回のあの,あの人ら狙、狙、はいは、やっぱアメリカと NATO を引っ張り出したいっていうはずなんでね、はい、あそこに。だから最終決戦ですからね、これ、成長的に言うと。はいうんで その。なんて言うな、軍産複合体にしても、金出す方にしても、武器商人にしても。はい。もう。長く続けれゃ、続けるほど儲かるわけですよ。あ、はい、まあ、わかるわな。うん、まあ、そプラも,そもっと、もっと金も国に貸せればな。うん、はい、ねはい、だけじゃなくてね。まあ、はい。 最終決戦なんで、やっぱり NATO が出てこんと分かんなんですよ。まあ、NATO はかなり弱体化してるけど、うん、NATO とアメリカ引っ張り出さないとダメなんですよ。うんうん、で、NATO が今回これ負けるんですよ、ここで。うんうん、で、NATO が負けるっていうことは EU も負けたっていうことなんですよん。欧州連合ですよ。で、アメリカがここで負けるっていうのはまあ予定通りなんやけど、はい、アメリカと NATO が出てきても、 そのヒズボラが出てきて、イランが出てきたら、勝ち目ないんですよ、こんな地上戦になったら。でね、でイスラエルはその時多分ちょっと負けてる風を演出したいはずなんですよ。テ、うん、ロに対して、ね、国連に対して。助けてくれと、もうイスラエルに攻められて、えらいことになってるという演出をしたいはずなんですよ。で、目次録的にいくと、あそこに核弾と落ち込まれなあかんので。はい で核をどう最後どうなんのみたいな話はちょっと俺にはようわからないけど多分今のさっきの俺のこの冒頭で挙げたネタニヤフの顔を見てると自作自演しそうな気がするんですよあのあのっつった顔を見てると <laughs> っていうのが何なんかって言ったらイスラエルがイスラエルに核弾頭を打ち込む<笑><笑>それはえいいあれと一緒ですよ911と。えー 日あったでしょありましたね。うん、あったでしょあれ同じじゃないですか、今回と全く。自作自演でしょあれ。はいはい,はいはい。あれ、イスラエルの自作自演やからな、ね。はい,はい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 。うん、<え>だから、イスラエルの自作自演じゃなくて、あ、こういう歌、みんなまたわからないから、ごめん、ごめん、ごめん。イスラエルっていうとみんなわからんようなね。アイちゃんも今わからんよになったと思う。あ今一緒いや、シオニストって言ったらわかりやすいと思う。 シオニストそのよくわかんないから、<laughs> もうまあ、んでいい。シオニストの自作自演ってことですよ。え <laughs> <で>、シオニストの。はい、はい。まあ、それは後でやって。で、シオニストイコールナチスなんですよ。ナチス、なるほど。うん。はいはい、の自作自演って、イスラエルとかみんなイスラエルが悪いとかって話になるからな。はい,はい、はい、イスラエルの人は何も悪くないから、大体。民衆は。<laughs> シオニストの自作自演っていうことです。だから、 今回はイスラエルがイスラエルに核,核弾頭落ち込むとどうなるのって言ったら当然イランがやったって言うよなメディア使ってなそれは、うん、ほんなら日本のメディアもイランが悪いイランが悪いイランに攻撃してるってなるよな <laughs>、はい、でしょうで、ね、ほんならイラン出てこなしゃあないようになるよねこれ <laughs> うんだからそこまでやると思うんです、ね、なるほど ただ、核弾頭打ち込むか打ち込まんかは、ここでロシアがどう動くかと思うんですよ。どうやってその,その核を撃つ前に仕留めてしまうのか、核弾頭を撃った後に壊滅させるのか、そこにはよう分からんねんけど、はい、ただね、トランプさん、あの人、背中に神が宿ってるんですよ、今見てると俺、ずっと見てんねんけど。<laughs> <laughs> んプーチンはもっと神が宿ってるのよ <laughs> 今。すごいじゃないですか。降臨じゃんだからな。言葉にしにくいんですよその見え。見えないものですからね。うんうん、すごい信仰,し信仰があるっていうかな。うん、それは。 自国主義とかナチュ自国主義 <laughs> 自国主義自分のところの国自国主義とか愛国愛国主義とかはいはいはい、うん、ナショナリズムとかそういう話でもないんですよ、うん、なるほどそういう話なんですねどうもこれずっと俺これこれ四年プーチンの言ってることずっと聞いてんだけどどうも愛国主義ではないんですよね話が、うん、あーはああはあはあはあもっと大きな器なんそうな話の内容がうんうんうん どう言葉にせえって言われたらち,ょちゃんと質問してくれる人がおったら答えれんねんけど、うん、<laughs> この4年ウォッチし続けてちょっと疲れてきた <laughs> プーチンをだから宗教に侵された偽物の神を背中につけたもんじゃないんですよ今回のは信仰ですわ本当の信仰っていうのは元の根源にあるもんですよねだからその 偽物の歴史をよ理解しても分からんし、宗教を理解しても分からんし、もっと奥の深い信仰。だから、例えば分かりやすい言うたら、そもそも俺らは何で生きてんのとか、<や>そもそも、もっと国からいくと、この国はどうやって本当は成り立ったのとかな、うんどういう魂で受け継がれてきたのとかなうんで、あとはそもそも私たちは何で生きてるんでしょうかとか、はい、私たちは何,のななな何を目的のためにこの世に誕生したんでしょうかみたいな。 そういう信仰の話ですよ。はい、どうも話が。うん,うん。結局なんかみんな何を信じてやってるやってるってことは。何のテーマやったっけ？ちょっとまたテーマがわからなくなってきた。だから要は神が降臨するっていうテーマですよ。いやもう降りてるんですよ。<laughs> す <laughs> いやもう降りてんのよ本当に。これ多分な。 あの見てる人分かってる人結構多いと思うよ俺の言うてことこのおっちゃん何言ってんややと思ってきたらもう神降りてるそうそう降りたよみたいな降りてるよって思ってると思うんですよ俺も降りてるもんだって今までの神とは違う神が降りてる本当の神と新しい、うん、本当ていや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 自分の中にいる神が降りる。 自分の中にいる神が現れたって感じですよ。ああ、目の前でね、なるほどね。目の前じゃないって、<laughs> だから、自分の中にいる神が表に出だしてきたって感じですよ。<laughs> は,いは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 い。うん、だから、世界で今起きてることもそういう神が出てきたって感じなんですよ。<laughs> その事柄というかな、<laughs> その動きというか、全体的な、なんていうかな、仕切り,りやな。 見てると神がおるとしか言いようがないっていうのはちょっと前はあったんよ。ただこの1週間見てたらもう表に神が出てきてるんですよ。本当に。これなちょっとごめん今日の動画みんな悪いけど分かる人にはしか分からんと思うわ本当悪いけどみんな分かってると分かってるともう表に神出てきてるんですよ。ってじゃ じゃあ神が出てきていますっていうことで結局その先という部分がそのどうなっていく感じなんですか？信仰心がないと何事も前に進まんで、ね、ああそういうことね結論、うん、そこが結論のところなんだ。うん、うん、結論としては、まあ、信仰心がないとな。 ななかなか前,に進めなくえ前進できなくなってきちゃってるっていうのが今のまあ前進もそうやけど生きていけるのかな、うん、ってちょっと考えるのよな最近。ええー <laughs>、信仰心って言ってもそれは自分の信仰心っていうのは、うんその、よくまっちゃんが言ってる、全員自分自身の中に持っている神様がいますということで話してるけど、うん、自分の中の神様がにを信じて、それが前に出るような勢いがあればいきいき。 いやいやいや、見えないものしか理解しなかったらならないんですよ。もう理由がそれしかないわ、いつもの話と一緒で。見えないものを理解する力ですよ、ねあ。そんなん言ったら、例えばで、天体の運行に関してもそうやなんか、はい、まあそれそれすらそんなことありえへんと思われたら、うそうなるし。はい、だって 現実問題、ウ座ーザの時代って2012年で終わってるわけでしょ。そこからかれこれ11年経ってるわけでしょ、ウオーザの、はい、がね、引いて、ウ座ーザから今水亀座いわゆるなんていうアークエリアムう時代にも移って10年経つわけですよ。うんうん、でこれが、このなんていうかな、それと時,時とともに表に出てくる、カニが出てくるって話なんてだから。 水が座の時代って結局意識の、何ていうか精神,精神文化みたいな話だから、魚座<ー>っていうのは物質文明やから、魚座、はい、っていうのは宗教的なそういう形ってあるじゃないですか、形。形。ね形ねね、誰かが作った形ですよ、わ、はい、かりやすい、はい、要は、もっと分かりやすいのは王が作った形ですよ。はい、もっと古いところまで言ったら、はい、シュメールからですよ。はい、でしょ、はい、でシュメール以降の,その作られた形ですよ。 うん、だからそれは国もそうやし、通貨、はい、もそうやし、全部そうなんです。はい、宗教も、はい、学校も、会社も,も。そうですね、でも作られたですね。はい、これが終わってるんです、もうすでに。うんだから、だから若者の方がささっき言ってるんですよ、結構。<laughs> 情報が。分かる、かる言ってること。それは分かりますよう。うちの娘もひ,ひ,ひ,ひっくるめてですよ。はい、学校行く意味ないよねとか。うんそれは分かります。だって、時代的に若い子たちの方が上前に行くのは、もう。 いやいやいや、それを理解できてるって話なんですよ、精神的な。だから、だからほら、車買うよりシェアでいいよねとか、家なんか買わなくてもみんなで一緒に住んだらいいよねって感じでしょ、今。そうです、そうです、な感じで。だから、右往左終わりってことなんですよ、終わってるんですよ、もう。シェアでいいよねとかなってるわけでしょ。で、天体の運行がそういうことなんですよ、だからね。時代は完全に入れ替わってるんですよ。それ すらそんなん理解しない人にとってはなはい。そんなん見えないものがどうたらこうたら言われてもみたいな話になるわけじゃないですか。ああ、なるほどね。はい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 。それは確かに見えないものはどうのこのってなったとしてもお前ちゃんと見れるようにしろく見るものを見ろって話ですもんね、それはね。うん、いや、ちょっとギョつ、ちょっと、うん、うん、だから、要は信仰ってそういう感じうん,う,んうん。 だから精神性の高さっていうか、はい、その信仰、うん、だからい単純に言うと、そのあまりにも目に見えてるものだけにはい重要視しないみたいな。はい、まあそんなもんどうでもえ、い。わ、まあ、かりやすいなこんな感じは目に見えてるものはどうでもええと思ってるみたいな。そうですこの話がわかりやすいと思う。こん,んなもんどうでもいいよねみたいな。うん,うん私ら頭違う方飛んでいってますからみたいな。は <laughs> はいはい、はい、だからこれら あの時とよく似てるのよ、ワクチン始まった時と今また。始まった寸前寸前。はい、9割の人がうちに、8割か、はい、?8 割の人がうちに行った時。はい、とよく似てるんですよ、はい、今。はいうん、で、気づいてる人がちょっとおると。うんうん、あの時と非常に近しくなってきたよ、また。そのカメラなのでね。 そういう感じになると思う。わけ分かってへんとは。そういう感じが特にしてきたな、今。また新しく変わるわることこの1週間はものすごい感じるわ、それ。トランプ劇場が激しく動き出したからな、さらに。もう最後の、もう、なんていうのかな、最後というよりな、えっとちゃぶ台返し チャブ返しがちががょっっととと始まるこころっていうところが変ですよ今だから俺もっと激しく動きますよって言ってる感じですよこっから一気に今まではそのなんていうかストーリーを改めストーリーをある程度見せておいてああそうだったのねってみんなに見せていっといたんやけど、うん、こっからちゃぶ台返しは,つはしご外しがガンガン始まっていくって感じですよ、うん、でこうなってくるとあのワクチンが始まった時と非常によく似てくるようんうんか あの目の前に見えてるものだけしかけ分かってないみたいな、はいで。それを新しいっていうかな、意識が、信仰を持って意識が変化してる人たちは目に見えない方に行ってるとシフトしてるってこと、ね、ですうん、うん。もうすごいよ、本当に今感じる。差が激しいですよね,そね。差じゃないわ、今回はこれ見てると。うんうん、もう本当、カニがついてる人とついてない人みたいな。の、うんうん、の信じてるものを ね、信じてるんじゃないんですよ。それやったらまた宗教とや同じなん,す、ま、やんですよ。あうん、じゃあなしに知るっていうことなんですよ。この動画で俺3回ぐらい言ってると思うけどな、魚座の時代って信じる時代なんで、うん、これを信じて起きなさいあなたたちみたいなな。うん、で、これ水上座に入ったらもう知るっていうことなんですよ。だからみんなそれぞれが知るっていうことになっていくんでなだから今知るって始まってて、うん、で知って考えるってことになってきてるんですよね。うん、今うん、うん、行動すると。 まあいつも通りの話ね、はい、みたいなことになんねんけど、いや、ことさらもう今日、いつもみんなには悪いんやけど、あれだがどうした、これがどうしたって順番に伝えてあげたいんやけど、もうなんか言ってもしゃあないよなっていう感じぐらい動いてるから、<laughs> <laughs> いいとこだけしかまた言えませんでも。 これ、いつも見て,きて見てくれてる人で感じてくれてる人、すっごいおると思うよ。もう神降りてるよ、これって。うんもうイスラエル見てると特に感じるわ、俺。うんもうこれはいよいよ神降りたぞ、みたいな。うんそれは天からピューって神が降りてくるとか、そういう話じゃないしに、はい、人々の意識の変化、人々,の人々に神が宿っていってるって感じですよ。うん、う,んうんん だから、こういう大義のない理不尽な戦争っていうのは、まあ、ここで最後になんねんけどな、地球上の最終決戦なんで、まあ、それは中東がどうなるかは別としてよ、この3、4年で全ては終わりなんで、うんうん、次の新しい方へ行ってる人たち、だからそういう人たちは戦争ないよ、もう、うんはい、今の若い人たちは。うん、もうそんな馬鹿げたことしないよ。うん だから金融的なもんとか国的なもんとか政治的なもんとか武器承認的なもんとか宗教的なもんとかこういうのがもうそう崩れやなこれああおこういうすっごいよくわかるやろうんうそれで支配できないって形ですよ、うん、だそれぞれもねいできる人は知るってことをやってますもんね、うんうん、まあいっときはな、まあ、23年間はまあそういう入れ替わるっていうかなその、はい なんていうかな入れ替えの時期なんで、次新しく建て直していく人たちっていうのは、もう若い人たちっていうのはもう全然違う世界よな。うん、本当うん,ん。うん。うん、いやー、すごいなぁと思って、ちょっと疲れ果てたなぁと <laughs> お疲れです。<laughs> これぐらいすごいんだわと思ってな。はい。まあ、だから、結構あれよね。その、目の前に見えてることの話した方がみんな喜んでくれるんやけど、 まあでも目の前に見えていることよりかは、その先のことでしょうね、多分一番重要になってくるのは、それに向かってやらないといけないから、やっぱり。い見,え見えてること柄のこと話した方が、みんな、ほら、どうしようとか、どう対するまあまあどど、どう対すしこそうとは思うんですけど、それ,それって、でもそれはあくまでテクニックじゃないですか。前回、それはただな、その根源はそこじゃないっていうのが、ね。だから僕も思います、だからどんなにテクニックじゃなくても、今回、その原理のところの本当に。 根っこの部分じゃないですか話してる内容ってだから分かる人と分かんない人の二極端するとは思うんですけどただ言ってることはニュアンスが伝わりますよ根源的なところはそ,のそこじゃないし、まあ、ウーザーこの2000年続いたウォーザー的なもんっていうのも根源的なもんっていうのははっきり伝えるともうひと言で分かりやすく伝えると悪魔信仰なんですやっぱ <laughs> これは前言ってた悪魔的な信仰がねあるんですよやっぱり、はいはい、うん 前紙とっっていうのがやっぱあるんで,すよ、うん、でも、うん、要はこの動画の結論というか今回伝えたいことはよ,よりよく物事を知れという話なんですよね一番は要はテクニック論を置いといてでも知れ知っとくというか知れっていうかがそっちの方が重要だなってすごく思いましたけどね違います、うん、この動画の結論というのはまっちゃんが伝えたいっていことをすごく簡単にギューって予約してておくと 知れって知らないといけない知れってそういうのがもう出てきてるから知っとけっていう話ですよねまあ神っていうのって結局、ねはい、まあこれ世界中天なんですよ、はい、やっぱあの泣きであるでしょう、うんうん、あの泣きもあれあんやからね、うん、<laughs> で天っていう漢字はあれ天でしょ アンなんですよ。で、アンが天なんで。アンが天。はい。だから、まあ、アン。はい。世界的に言うとアン。はい。降臨っていうかな。うん。神が降臨ってことですね。うん。あの、なんていうかな。神というよりね、エネルギー。はいはいはい。一言で言うと、神というとみんなわかりにくいと思うんですよ。わかりやすい表現がエネルギーです。その要は、アン、天ですよ。 天からのそのエネルギーが降りてくるっていう,う感じは分かりやすいですよ。で、それがないとなかなか、こう、うんあの理理、理解というより、何事も進めにくいみたいな。はい。全て、うん、はでも一つにつながってますから、こうね。ては,、ねはねうん。だから、うーんこうピーって,ってくるんだよな。 みんながそう早くなったらいいよねみたいな。<laughs> やっぱり知れ,知れってことだし学べって毎,毎回この動画何度も言ってますけど知れ学べ実行しろろろ自分で考えてて結論出せっていううところだろうなそれがもう今まではそれはシステムで作られてきてたのがどんどん崩壊して始めててからだからもうそれが正面に出てきて各個人個人が正面に出てきたからっていうのはすごく感じますね。 だからな、あのー、政治経済ですよね、はい、経済より先に政治やっぱりね、はい、国的なもんっていうかなこういう構造的な、はい、政治なんですけど、はい、あの政治家的なもんもう俺プーチン見てて岸田さん見てたらなん、はい、ていうんかな、はい、こう同じ人間なのみたいな同じ人間なんで片っぽこんだけと天に繋がってんのに片っぽはなんか 全然なんて言うかな血に血に血に足もついてないみたい日本みたいな日本どうなってんだって話ですかねもう,もうなんで同じ人間で同じ政治家で同じトップでこんだけ違うのよ日本どうなってんだって話ですかね,要はね、うん、いやどう,どういうことやったんだうだからこれねやっぱ歴史観とか貨幣観とか国家観とかいろんなことあんねんけど、はい、ものすごい勉強してるよやっぱあの人らうん 話聞いてるとな。うもう歴史観がね、運転の差よ、キッシーとは。基本、日本人って日本人ってなかなか勉強しない。いや、それこれから無理よ。勉強する時代じゃないですか、か本当は。これからはちょっときついですよ。だから、だから勉強する時代なのに、勉強してない日本人が多すぎるんですよ。そこも問題なんですよ。<laughs> まあ、そんなことでね。はい。えーっと、えー、っと、 とまあ、その政治経済的なもんやね、はい、これも本当、まあ、ほんと天を理解してないと機能しないっていうのが今回クラッシュした後は明らかに来るよ。はい、だからそれは2世3世の政治家とかお坊ちゃんとか2代目3代目の経営者とか、はい、そういう話では全くなくなる世界ですよ。うんうん、もう天とつながってない、神を後ろにつけてる人じゃないと動かないっていう感じですよね。うん 多分出てくる言葉って、そういうトップ、次の新しい時代のトップに立つ人って、多分神の言葉を喋るんやと思うんですよ。もうおお神の言葉を。なるほど、うん。プーチンが今神の言葉を喋ってるからな。<ー>一回見てみ。はい。勉強のために、うん、アイジャも。はい。プーチンのウォッチしてみ、すごいよ、本当。神が宿ってるからな、もう完全に。はい、はいうん。だから、そこまでのことできるんですよ。うん。まあ、それは演出されたもんっていうか、役割っていうのはあんねんけどな。 プーチンが勝手にやってるわけじゃないんで、そういう役をしょってるってことじゃないよね、大きな流れになる使命を受けてるってことですね。ただ、あまりにもやっぱり神が宿ってるよ、確実に。一回見てみたら分かるわ。うんうん、まあた、たまに違うプーチン出てきてる時あるけど。神が宿ってないプーチンが、ね。はい、いやいや、宿ってないというか、似て,て影武術。その時は分かる、見てたら。はい。だから、あの、一代目っていうか、元の方。はい。 あれ死んでないよ。今も出てくるから。たまにどうでもええとき二2代目出てくるから。<laughs> よう見てたらかるよ。面白い <laughs>。言ってること言ってたらこれ本物だみたいな <laughs>。なんかどうでもええ、なんていうかな、あの、な,なんていうかな、あの、あ,のあれ軍、軍事パレードとかな、はいはいあ。咲いてる時結構偽物出てくるのよ。どうでもええやつは。はい、ただ座ってるだけみたいな時、ね。はいはい あれ、いつも偽物おるわ。はい。<laughs> あれもわかるようにしてるよ、結構面白い。まあ今日はそんなお前、ええからもう、もうなんかわけわからない話になってきたる今日は。深みが降臨してるって、知 <laughs> ということで、でも,もう、わかってる人お,おるから。レ、うん、ギアがわかってるとコメント欲しいですね僕わかってますよ、みたいなね。ね何人かおるよ、私にも降りてます、みたいな。降りてます。うん。 私に,し私にも神がおりましたみたいな人ででもみんな神が、こう神がうまくいってた、みんな神降してますあれだけでもトランプとプーチンが揃って神様の話ばっかり、<laughs> 神じゃないわけ、信仰の話ばっかりしだすと、いや、これ何なん,なんかなと思ってずっと見てたが、俺がこれ。<ー>こういうことかと思って。うんうん、あの二人ずっと最近信仰信仰言うから。信 <laughs> 仰信仰って,って、ね。<laughs> どうなってんの、これみたいな。<laughs> はい もうその演出 <laughs>、はい、その映画としての演出として悪いもんとええもんがおらんと映画にならんでしょそうねそうですね孤独な <laughs>、はい、みんなに裏切られた孤独なみんなに裏切られた孤独な人演じる神に孤独な人がに神が降りたみたいなはいはいはい神をバックにつけて戦う何 <laughs> て言うかな、はいこう ブワーってチャンバラみたいにこう何て言うかなブワーって襲いかかってくる軍勢にワーって一人で戦うヒーローみたいなあれを演出してるでその後ろには神がいますからみたいなはい、はい、そういう映画のストーリーにしてますよ下手はアメリカなんなんかって言ったら大統領選挙ですよさ <laughs>、はい、っき言ったように真っ黒のオセラが真っ白にひっくり返るみたいなこの演出でいくと思うんですよら こういうふうな演出するとな、俺、前の動画でも言ったけど、はい、この真、まあ,マスあ青、民主党の青の方まで赤にオセロをひっくり返すとな、選挙で、はい、民衆が勝ったっていうことなんですよ。うんそういうことでしょう民衆が戦って勝ったっていう話なんですよ。うん悪党にな。はい、これ、映画仕立てなんですよ。だようん、これもよう作ってるの、このシナリオもだから。 <laughs> トランプの周りは全部敵やみたいな。なそうなっていきゃいくほどほどトランプの人気って高まっていくでしょ。はい、みんなに裏切られて一人になったトランプみたいな。はい、俺たちがトランプを守るんだって言ってみんなが選挙に出てくるわけですよこれ。はい、ほんでアメリカ真っ赤っかになるわけよ <laughs>。<laughs> <laughs> 俺たちがつ。でね 俺たちが選んだ大統領の下で俺たちが新しいアメリカを作るんだと。はい。金に侵されてない金融に侵されてない武器に侵されてない平和な新しいアメリカを作るんだと。はい,はいはい。メイクアメリカ、はい、グレートアゲインってことです、ね。うんすごい映画よな、これ。う<ー>ん <laughs> <laughs> 最後に絵,絵話してあげたけど。<laughs> 分かってて、わ多分見てると分かってるよ。あ、こういう方向いくか、みたいな。はい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 。うん 最後にいい話 <laughs> <laughs> もう大統領選挙まだあと一年、ね。そう、あれですねあの、ちゃんと有料版して言えない、今、YouTube では言えないこととかをちゃんとするようにしないとダメですね。うな、ちょっとな、俺、疲れてる理由があって、はい、言えないことが多く言えんだよ。<笑><笑> YouTube って、規制がありますからさ、そしょうがないでしょ <laughs>。すぐ消されるやろ、もう <laughs> あ。もう、だからすぐ消されちゃうので、ででダメなので。 言いたくなない本当のグレレーとところは有料会員してスストはい。やっててすっごいスストレまるよどう表現したらいいいかなと思ってこれが本当多分やってる人つらい人おると思うわ。 なななんんんでこかかのとそれだったらもう有料とかにシフトしていってそこでやったほうが僕もいいと思いますのでそのシステムは全部作るんで大丈夫ですよ。まあちょっとコメントくれた絵はまあなんかそんなあったら見ますからやってとかよななんかもうモコモコモコってせなあかんのがつらいんですよ。 言えないから、表現の仕方が難しいんですよ。難しいよね。うん、それはそうだよね。でこれ、別に台本があって、俺かん、何か考えて話してるわけでもないんで、その行き上がりばっかり言ってるから、ね、なおさらポロって言いそうやけど、我慢するのは辛いよ。いやいや、逆に言っちゃってもいい部分もありますけど、だから言っちゃって上手いぐらいに編集すればいいだけのな話なんで、こっちで。P、ただ P 入れてもいいですし、その用語が出た場合は P って言ってもいいし。ストレス溜まるな。<laughs> <laughs> でも言わないとわからないしね。まあま、だそれをだから逆にそれをこう何ていうかなその一つの事柄をはっきりしたから、うん、はっきりせんかったからって言って何も変わらんねえんけど、はい、大きなところは一緒やねんけどなうん、うん、ただまあちょっと知っときたいよねっていう人思ったりするやるからうん、うん、もうちょっと奥奥奥の部分やな根っこの根っこの部分でしょだからだから根本的な根っこの部分ってやっぱりどうしても情報共生して出さないからそ,うそれはあると思うんですよね。 まあ根本的なところを今日最後これで終わろうか。はい。一とす公家というかな。公家。はい、王室。王室。王室っていう表現じゃないよな。どう言ったらいいかな。歴史じゃない。まあ、歴史っていうか、その、なんだろう、作ってきて家庭ですよね。いや、王室うん僕。僕、家庭だと思ってるんですけどね。言いにくいって言うのはね。 皇天皇さんの皇室な。皇室ね。で、皇室って、はい、そのみんなずっとその世襲制っていうな、世襲、はい、世襲な、そのその要は、血のつながりですよね。こ、はい、れでずっと続いてるって思ってる人って結構多いんですよ。いいのかな、それを言っちゃってみたいな思いますね。<laughs> そこいいのかな、ここててそれはちょっと危ないね、それは危ないね、俺も知ってますけど、それなんとなく聞いたことありますけど。 こ,ここまではいいやろ、ここまではいいやろ、ちょっと距離とか。まあ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 、まあ。まあこれ、どこの国問わずよ。うん、でね、思、うん、い込んでるんですよ、みんな。それ続いてると。うん、まあ、それはね、ピンクでの話って、それね。それね、全然違うんですよ。<laughs> でな、これ誰かがすり替えたとすり替えたねとか、そういう話じゃなくて、皇室を動かすのは武家まあ、あれは武器商人か。で、最近になってきたら、その金持ちとか。 金持ちっていうより企業ってやったのかな超巨大企業とかなで、こういうのってあるんですよ、本当に。だから、こいつにしとこうみたいな。日本の話してるんちゃうん今日は。日本じゃなくて世界の話ね。世界の話ね。まだしこいつにしとこうみたいな、あるんですよ。ありますありますあります。それは、それはね。 こいつにしとこうみたいな。こいつ、次こいつにしとこうとかな。はいはい、でこれは、その時のその時の権力、その俗,俗っぽいところの権力によってだいぶ違うんですよな。で、今の大転換、これ何が起きてる神が降りてる、あっ、これちょっち行くで。裁判で。はい、ここ一番大事だか、ね、ら、みんなてや。<laughs> 神の精神文化の時代、精神性の時代なんで神が降りるんですよ。はい、はい、はい。これ、ここちょっと締めくくりやからよく聞いてほしい。でね、<laughs> 今度は、 神が選んんだ王室になるんですよはい、はい、神が選んだ王っていうのが出てくるんですよ。い,いいかなよでよ。はい。よ。この神っていうのは僕がいつも言ってるように人々の魂なんで。でこの流れを見ていくと、今の形すっごいわかるやろ。はい、トランプがみんなに選ば,ん選ばれて押し出されてくると。王としてん。う そのアメリカの民衆の,その神的な内なる神的な力がみんなが束になってトランプを押し上げてきて王にすると。でプーチンも同じ形なんですよ。で次日本も同じようになっていくんですよ。だから一回れたとな。これこそスメラっていう話なんですよ。だから武家とか武器商人とか金,金,金持ち企業がこいつ王にしとこいつ皇室にしとけみたいなエンペラーにしとけみたいなんじゃなくて。はい 民衆の神的な内なる心がこう押し上げて出してくると。うん、こういう形の次、王なんですよ。はい、王というより束ねる人。うん、この時代ですよ、次。はいはい、これ、今の若い人たちぴったり合ってるやろう。漢字として、うんうん。こんな感じです。分、はい、かりました。OK です。はい。では、今日はこの辺でちょっと疲れた。<laughs> あ,<ー>ありがとうございます。<laughs> <laughs> 全力全力でありがとうございます。いつもよく頑張ってくれてるわねって言ってほしい。俺もほんまら <laughs> 最近のトランプを見とったらもう疲れ果ててんのもういつ <laughs> 頑張ってみきましょう。<laughs> あの人な、なんかこうグワッと動かすときで毎日3回ぐらい喋りますから、はい、もう疲れんもよなうまくね、もうちょっと情報整理していきましょう。<laughs> はいじゃあ今日はこんな感じで。はい、はい わかりました。ちょっとあの言えないこと言えるやつ考えといて。はい、わかりました。それを皆さんぜひあのもしそういうの入りたいという人はコメントでください。はい。自分のコースの話なんて絶対言えませんみたいな。うん。あの世の中に出せないことの話をね今後話していくので興味がある人はぜひお願いします。はい。はい、ここなんで。はい、でした。はい、失礼します。はい。